アッディオズはナノカーネル型のハードウェアブストラクトレイヤーであり、ハードウェアとオペレーティングシステムの中間で動作する。他のナノカーネルと違う点は、OS のカーネルの一部として動作するわけではない点である。実際、複数のカーネルを上位で同時に動作させることができ、一種の仮想化技術になっている。アッディオズは、 複数の OS や単一 OS の複数インスタンスの間でハードウェアリソースを共有する柔軟な環境を提供し、同一ハードウェア上に複数の優先順位付けされたドメインを同時に存在させることができる。アッディオズを Linux カーネルの下に挿入することで SMP クラスタリング、タッチを使わないカーネルのデバッグ。 Linux によるリアルタイムシステムといった可能性が明けてくる。他の HAL とは異なり、a d d i o s は Linux のローダブルカーネルモジュールとしてロードでき、それを使って他の OS を動作させることができる。a d d i o s はルタイの一環としてリアルタイムカーネルから HAL を分離し、モジュール化するために開発された。a d d i o s はシグナルの Q を実装している。 周辺機器がシグナルを送信すると、アッディーヨズは動作中の OS の一つにシグナルを転送し、各 OS がそのシグナルを処理するか、無視するか、捨てるか、終了させるかを決定する。処理、または終了されなかったシグナルは、次の OS に転送される。ありがとうございます。